もともと私のだから。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ということで、さて行きますか。大森山の方に行かなくてはいけないんだけど、ちょっと待って、こっちじゃないわ、こっちだね。ちょっとした寄り道をしてしまった。あっちに、なんか扉開いとる。ほら、え、なんか宇宙空間みたいな。扉が開きっぱなしだ。これが世界の扉。ここから別の時代に行けるという。近づきすぎない方がいいだに。これなら鍵がなくてもいくらでも生きてきちゃうにゃん。何？早く閉めるだに。もうあんな目はごめんだに。これどうやったら閉めることができるんでしょうね。なになになんか来た。誰に？ケイタくんに？稲穂ちゃん？ちょっと覚えとんや、すげえ。みんな来てくれたんだ。未来人さん、お久しぶりです。そして人が増え今日ははっきりくっきり見えてますね。いよいよエージェントらしくなりましたが、エージェント気にしなくていいだにならみんなここに来てるってことは、ひょっとして何かトラブルが起きてる。うん、ウィス、その通りですよ。ウサピンが絡まれて大変だったんです。未来の妖怪はこっちで暴れて、それで扉の様子を見に来たんだ。なるほど。どうやらすでにこっちの世界に迷惑をかけて妖怪がいるみたいだね。向こうでもなんかあったってことか。私たちも世界の扉が開きっぱなしになってることに気がついてね。こっちからだと閉め方がわからなくて、ケイタ君側に来たんだけど、こっちもわからんよ。そっか、結局どっちからも閉め方がわからないんだ。あの時に開きっぱなしにされたってこと。鍵をかざしてみても無反応だったもんな。でもこの騒ぎは妖怪探偵団として見過ごすわけにはいかないよな。まあね。なになに？妖怪探偵団？こっちら不思議探偵者ですよ。へぇ。探偵者？未来の妖怪はこっちでトラブルを起こしてるんだよね。それじゃああとは私たちに任せて。その頼もしさ、さすがエージェント。極秘任務ってやつですね。任務？なに？だから気にしなくていいだに。お知らせったに新たな情報です。お知らせったは懐かしいんだけど、今回あった未来に妖怪たちが桜ニュータウンでまとまった騒ぎを起こしてるみたいですよ。大変なことになってる。まずはトラブルの方をどうにかしないと。よーし、ではでは早速ミッションスタートですね。で、ウォッチがない私はぶっちゃけ戦えないんで、お留守番ならお任せを。おい、ドヤ顔で言うことじゃないだに。まあ扉はしっかり見張っておくだに。あ、向こう側に行くってことあったしらが。夏目たちと合流した。桜ニュータウンで未来妖怪トラブル発生。キークエストをクリアしてストーリーを進めよう。未来の妖怪たちのトラブル、一体何が起きてるんだろう。行きますよ。この辺りにいる妖怪から話を聞くしかないですね。ナビワンは一体どこに、あっちか、そこじゃなくて、とりあえずこの時代のクエストを先にやっちゃっていいですか。ガラクタおじさん、ちょっとこの時代じゃないよね、未来よね確か。ってことやから、このエンドレスわがまま、大森山の参道で困っている人がいるようだ。話を聞きに行ってみよう。これをちょっと、さあこの人でいいんかな。どうも。困ったわね。どうしたんですか。うちの息子が迷子になっちゃったみたいなのよ。ちょっと目を離した隙にどっかにフラフラ行っちゃったみたいで。ねえ、あなたにお願いがあるんだけど、息子を探すの手伝ってくれないかしら。全然違う。あ、いや違わんね。大森山の参道で迷子になった子供を探しているお母さんと出会った。目を離した隙に子供がいなくなったようで、お母さんはとても困っている。お母さんと手を消して子供を探そう。はい、引き受けます。うん、わかりました。その子の特徴を教えてもらえますか。そうね、一言で言うならわがままね。わがままそれはもう白を黒と言い張るような筋金にわがままなのよ。困ったことに、そんな特徴でわかるかな。
最後に一緒にいたのは桜ニュータウンの小春保育園よ。私はもう少し別の場所を探してみるから、あなたは小春保育園を見てきてくれないかしら。もしかしたら探しているうちに元の場所に戻ってきてるかもしれないから、どうか息子をお願いね。エンドレスガンマ発生、クエストを進めてみよう。行っちゃった。心配そうにしてたな。桜ニュータウンの小春保育園だったよね。俺たちも早く探してあげないと。よっしゃ行こう。ナピワン連れてって。チャリチャリ、小春保育園に行こう。保育園とかどこにあったっけ。とりあえず何、桜ニュータウンの、あ、あっこか。全然違うとこやね。あれはクマだな。ってことはそこではなく、え、どこ行った。あ、いたいたいた。あれは多分メインストーリーの方だな。あ、あれか。ここや。オッケー。君？早速発見？うん？そんなに泣いてどうしたの？アンパンちょうだい？うん。アンパンちょうだい？10個くらい。10個？絶対そんなに食べられないって。アンパンが欲しい。欲しいもん。このわがままっぷり、多分探していた迷子の子だな。この子のお母さんは戻ってくるまで俺が面倒を見てあげないと。アンパンを10個か。圧巻ベーカリーなら売ってるかな。おいおい、アンパン10個アンパン10個持ってないんかな。ん、全然持ってなさげやね。ってことは買ってこないとやね。アンパン10個って俺でも食えないぞ。でも放っておくわけにはいかないよね。わがまま言うなってガツンと言ってやれにゃ。あ、怖い。怖い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 。よいしょ。アジの紐。で、こっちの方に、あの辺の魚屋さんのあたりとかめっちゃ、懐かしい。いらっしゃいませ。お腹が空いたらパンでもいかが？買います。どれも焼きたてですよ。いくつ包みましょうか。10個お願いします。あ、間違えた。買いすぎかはい、10個で。あ、家にした。はい、パン2000円もお買い上げありがとう。はい、まだ見ていく。ゆっくりどうぞ。いや、もういいよ。また来てちょうだいね。よろしく。あれ、フリちゃんじゃない？だよね。ケイタくんもお使いに来たの？私ね、ここのクリームパン大好きなんだ。パン屋さんのパンが食べたいな。美味しいよね、パン屋さんのパン。さあ、とりあえず小春保育園に戻ろう。もう帰り道はね、ちゃんとナビワンが教えてくれるから安心していける。どこだった？いないんですけど。はいはい。怖い。ここか。オッケー。持ってきてよ、アンパン10個。は。で、アンパン10個、どうぞ。アンパンを10個手渡した。うん、ほら、アンパンだよ。ちゃんと10個持ってきたよ。いらない。アンパンを10個手に入れていい？え？だって10個も食べられないもん。それ最初に言ったよ。次はお人形さんで遊びたい。身代わり人形3個くらい。これ多分私ゲットしてると思う。身代わり人形が欲しい。欲しいもん。泣かないで。わかったから、持ってきてあげるから。身代わり人形3個か。よろずマークなら売ってるかな。身代わり人形3個、私多分過去の世界でゲットしてきたと思うんやけど、どうでしょう。あ、ほら16個もあるやん。全然余裕余裕。わがまま言うなってガツンと言うはずじゃ。頭では分かってるんだけどな。うん、次こそは、次こそは言うから。
うぞ。うん。ほら、身代わり人形だよ。ちゃんと3個持ってきたよ。身代わり人形3個手渡した。いらない。もともと私のだから。え？だってその人形可愛くないもん。そんな、可愛くないっていうのは俺も同感だけど。次はあれが欲しい。やっぱりこれが欲しい。こんなにわがまま言うなんておかしいよ。もしかしたら妖怪の仕業かも。よし！近くをサーチしてみよう。どういう、どういう妖怪？あ、いや、だからガツンと。え、めっちゃ可愛いんですけど、誰君？白熊を見つけた。超可愛い、欲しい。仲間になろうねえねえ。なんでちかも？俺ちゃまもっと遊びたい。遊びたいでちゅ。俺ちゃまの力で人間にわがまま言わせて、もっともっとたくさんみんなに遊んでもらうでちゅ。やっぱり妖怪の仕業か。仲間になるんだよね。うわ、かわいすぎる。さ、なんか今回ストーリー上仲間になるモンスターじゃない、ストーリー上仲間になる妖怪たちがさ、なんかかわいい子多くない？待って、私ケータだよ、ケータ。痛いってめっちゃいいよ。すげえ遠くにおるんやけど、どうした？よし、これでもう悪さをしないな。さあ、観念して友達に。へへ。断るんかい。やだやだやだ。俺ちゃまもっと遊びたい。遊びたいでちゅ。泣かないで。さっきから全然話が進まない。え、ならないの？こら、あんた、どこをほっつき歩いてたの？あ、お母さん。お母さん。あんたって子は人様に迷惑をかけるなって、いつも言ってるでしょうが。ほら、この人たちにちゃんと謝りなさい。ん？白熊ももしかして。ごめんなさい。ごめんなさいでちゅ。まさかの。ものすごい迫力だ。白熊にもめちゃくちゃ効いてるぞ。あなたたちありがとうね。その子のわがままに付き合ってくれて。さあ帰るよ。今日はあんたの好きなハンバーグだから。ほんと？やったってことは仲間に。さっきの人に怒られて白熊静かになっちゃったね。別に白熊は怒ったわけじゃないと思うんやけどね。お母さんってすごいな。ママのところに帰るでちゅ。ママ。そうでちゅ。これちゃまのママの白くママでちゅ。さっきのでお母さんが恋しくなっちゃったのかな。そっか、ママのことが好きなんだね。うん、ママ大好き。じゃあ仲間にはならないの。わがままを聞いてくれてありがとうでちゅ。きちゃまいいやつですね。今度は俺ちゃまがわがままを聞いてあげる番でちゅ。仲間になる。やったー。白くまが友達妖怪になった。かわいい。てか、鍵めっちゃかわいかった、今。ふりふりで。白熊の妖怪役を大切にしまい込んだ。うん、よろしくね、白熊。大満足よ、私は。エンドレスロゴママはバッチリ解決。素晴らしいステッキ。これは武器かな？ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ね、今回はなんか、なんやろうね。可愛い妖怪が多いね。仲間になるの。嬉しいけど。